YouTube をご覧の方にお知らせ動画を見てるだけでなく YouTube で収入をアップしませんか顔出し声出し撮影不要の新しい YouTube の稼ぎ方を無料公開中詳細はこちら「ルパンサンゼ」新シリーズの新キャラ公開「ビジがルパンと結婚式」テレビアニメ「ルパンサンゼ」の30年ぶりの新シリーズに登場する新キャラクターが27日明らかになった新キャラは ヒロインの峰・フジコに引けを取らない。美貌の持ち主のレベッカ・ロッセリーニで、第1話で、ルパンとレベッカの結婚式の招待状が銭形警部宛に届き、結婚式にフジコと次元大介、石川五右衛門が集結する。新キャラは、先日公開された PV に謎の美女として登場していた。レベッカは、物語の舞台、サンマリの共和国を、代表する財閥の若き女社長でありながら、 モデルや女優としても活躍し、数々の著名人と浮き名を流す世界的な。ゴシップクイーンというキャラクター。自由奔放な性格で、誰にも言えない。秘密を持つという。新シリーズは、イタリアとサンマリの共和国を。舞台に青いジャケットを身につけた20代の。ルパンや仲間たちの活躍を描く作品。物語はサンマリの共和国から始まり、イタリア全土に拡大していく。ルパン・サンゼはモンキー・パンチさんの。 人気漫画が原作。テレビアニメシリーズは2012年にスピンオフの「ルピン・ザ・サード」から「ミネ・フジコという女から」が同曲で放送されたが本シリーズは198485年に放送された「ルパン・サンゼ・パートさん」以来ネット上の声「ルパンの葬式は確か2回か3回あったと思うけどついに結婚やりますか」もちろん実際の結婚ではないだろうけどね正直。 どんな手を使おうが誰が制作しようが、ファーストシリーズや劇場版、マモーやカリオストロを見た世代からは、厳しい評価でしょう。が、何回も再放送に耐えられる内容を期待します。どういう美女が新しく登場しようがどうしようが、藤子ちゃんの魅力には到底かなわないと思いますけどね。私の記憶では、ルパンは、5回は、結婚しているはず、1回は、結婚詐欺に引っかかり、3回は、 フ子に騙されてとんずらというパターン女装して男と結婚という凄まじいのもあったなそういえば今まで葬式はあっても結婚式はなかったような毎回美女との絡みはあるけどほとんどが遊びみたいだったし面白そうだと思う声優が誰になるか楽しみできればレギュラー声優と渡り合える実績と人気のある大物をしんとか言うからもえアニメ化されるのかと思ったけどさすがにそれはなかったかよかった